チャルルル・ブランは、フランスの画家、室内装飾家、美術理論家、ルイ14世の第一画家として、ベルサイユ宮殿、ルーブル宮殿等の内装を担当。王立絵画彫刻アカデミーやゴブラン工場の設立運営にも関わり、17世紀フランス工芸、美術界に強い影響を与えた。1619年2月24日、パリで彫刻家の家に生まれる。 1632年、フランソワ・ペリエに絵画を学び、そのゴルブランの才能を認めたセギエにより、1634年にシモン・ブーエの工房へ預けられる。1638年にはすでに宮廷画家として、リシュリューから最初の注文を受けていたが、1642年にセギエの経済的支援により、プッサンと共にローマへ渡り、 4年間プスさんの下で最先端の美術を学んだ。1658年より、ルブランは建築家、ルイル・ボー、造園家ルノートルと共に、財務卿ニコラ・フーケが所有する、ボーイコールルイコールビコ城の建設に着手した。ボーイコールルイコールビコ城は、この3人による初めての共同作品であり、彼らがこの城のために作った、あらゆる景色、製造物による、 県乱豪華な新秩序は、その後のルイ十四世様式の始まりである。彼らは、風景の失脚後、ベルサイユ宮殿を作った。ルイ十四世は、ルブランのボーイコールルイコールビコ城での仕事や、王が依頼したアレクサンドロス大王の歴史画を、称賛。1664年、ルブランは王の第一画家として、借位と年間1万2二千リーブルの年金を与えられた。 国王は彼を古今の最も偉大なフランスの芸術家であると宣言した。ルブランは組織のリーダーとしての才能があり、アカデミーや王立工場の設立のため中心的な役割を担い、それぞれの養殖を歴任した。17世紀前半パリでは中世から続くギルドの既得権を守るため、ギルドに属さない宮廷美術家の活動は制限されていた。 1646年にローマから帰国したルブランは他の宮廷美術家と共にギルドからの自由を目指しギルドに対抗するよりどころとして1648年に王立会が彫刻アカデミーを設立した。1660年ルブランはコレベールと共にゴブラン工場の設立に貢献し工場の責任者となる。彼らが設立したゴブラン工場ははじめは カペストリーだけでなく、王宮で必要なあらゆる重機家具を製造する学校であった。1661年、王立会が彫刻アカデミーの保護副会長に選任されたコルベールはアカデミーをギルドに代わって美術家を支配し、絶対王政と重症主義政策に奉仕する機関として再編、1663年にルブランを学長に推薦した。 そこで、ルブランは、アカデミズムの基準を作り、アカデミーの発展のために尽くした。彼らは1666年に、パリのアカデミーの支部として、ローマにアカデミーとフランスを設立した。シャルルルブラン作、アレクサンドロス大王とポロス王、コルベールの死後、コルベールの性敵であったルーボアが、公共事業の最高責任者を継いだ。王は引き続き、ルブランを支持したが、ルーボアは、 コルベールのお気に入りであったルブランを礼遇した。しかしルーボワの思惑に反し、ルブランはアカデミーの学長に再選される。ルブランは1690年2月22日にパリの指定で病没した。ルブランは彼が指導したゴブラン工場とアカデミーを通してフランスの工芸や美術界全体を支配し、フランスで製造されたあらゆる製品に、 彼の豪華で強烈な個性を刻み込んだ。彼はルイ14世洋式の生みの親であり、彼の死後何世紀にもわたってフランス人の趣味傾向に影響を与えた。シャルル・ルブランは1660年にフォンテーヌ・ブロー宮殿のためにアレクサンドロスの足元にヒレフス・ペルシア王妃たちを制作した。この作品ではイソスの戦いで勝利したアレクサンドロス大王が 逃亡したペルシア王、ダレーオスの家族に保護を申し出ている。縦4メートル、横7メートルを超える、この巨大な作品で、ルブランは支配者の徳の高さ、人物の多様な感情を描いている。この対作の成功は、アレクサンドロスの生涯を描く連作にルブランを取り組ませ、アレクサンドロス大王のバビロニア入場、グラニコス川の横断、アルベラの戦い、 アレクサンドロス大王とポルスの4点が描かれた。これら4点は1673年のサロンに出品され、ルイ14世コレクションに収蔵された。その後連作をもとに、ルブランが指導していたゴブラン製作所でタピスリーが製作された。ただし、絵画作品は当初からタピスリーのカルトンとして製作されたかどうかは明らかではない。 C.F. ルーブル美術館の作品解説サイト、ルブランはこの職を1690年の死の年まで務める。なお前任はニコラプスさん、後任はピエール・ミニャールである。ありがとうございます。